健康への影響が懸念されている化学物質 PFAS の排水に関する基準を設けるよう兵庫県議が国に申し入れ書を送りました。国に申し入れ書を送ったのは兵庫県議会の丸尾真紀議員と緑の党兵庫の松本奈美穂共同代表の2人です。発がん性などが懸念されている有機フッ素化合物 PFAS をめぐっては神戸市西区を流れる明石川から国が定める暫定指針値を超える量が丸尾議員の調査で確認されています。丸尾議員は明石川上流にある産業廃棄物の最終処分場が汚染源と見ていますが、現状では処分場などからの排水に関して PFAS を規制する基準がなく、業者に対策を求めることができません。申し入れ書では処分場や工場などからの排水に関して厳しい基準を設けることや PFAS の除去に取り組む業者に対し費用を補助することなどを求めています。このタイミングでやはりきちんと対策を取るということが汚染の拡散を防げる唯一の方法かなとは思いますし、丸尾議員は今後全国規模での連携を強化していくとしています。